ご視聴ありがとうございます。リラクユの花澤です。今日は夏なので浴衣を着てみました。夏なのもそうなんですけど、900万再生を突破いたしましたので、そのご報告です。髪飾りはこれ100円ショップのペーパーフラワーをただピンで刺しただけなんですけど、一応浴衣の色とか柄と花で合うかなと思って形をやってみましたけれども、いかがでしょうかね。髪の毛を切ったんですよ最近。ハッピーアワーでまたこの浴衣を着ようと思って、今日ちょっと練習で着てみました。なのでちょっとこうボブにしましたね。少し後ろをちょっと刈り上げてます。前髪も結構切りました。浴衣はこんな感じです。皆様のご視聴のおかげで、本当に900万というすごい数の再生数を突破しているということをとても嬉しくありがたく思っております。これからも応援をお願いいたします。チャンネル登録も、まだの方はぜひよろしくお願いいたします。また、マッサージ動画も上げていきますので、ぜひ、お楽しみにどうぞ。それではありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか。気に入りましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 If you like, please subscribe and push the good button。 皆様のご感想やご意見ご要望がありましたらコメント欄にどうぞお願いいたします。それではまた。